マイナーシールベーツマイナーシールベーツは、アメリカ合衆国オハイオ州ニューアーク出身の歴史学者。イエール大学で博士号を取得、金領大学副学長歴任。中華民国政府の顧問であった。1937年12月、南京攻略戦において、南京安全区国際委員会の一員として、中国市民を保護する活動に従事した。 1916年、ハイラム学院において、文学志望を得る。同年、オックスフォード大学に入学。第一次世界大戦中に、世界 YMCA の初期として、インドやメソポタミアに派遣され、戦時中の民衆救済活動に参加した。1920年に、オックスフォード大学を卒業し、キリスト会によって宣教師に任命され、 南京の勤陵大学の歴史学教授に就任する。1923年、勤陵女子分離学院教師リリアロビンと結婚。1934年から1935年には、ハーバード大学にて日本語、ロシア語を学んだ。1935年、イエール大学にて中国主研究による哲学の博士号を取得した。1936年には、 長野県野尻湖畔の教会に秘書のため家族で訪れる。地日派で日本人クリスチャンに知人も多く日本社会を分析した論考も多い。1937年にも秘書のため家族で野尻湖畔に訪れていたが9月中旬に日中戦争の開始と南京空爆を知ると単身南京へ戻る。以降、南京において民衆救済活動に従事し、 11月22日には南京安全区国際委員会の委員となる。委員会の中心メンバーとして財政事務や南京日本大使館への抗議交渉を担当。南京国際赤十字委員会委員、近良大学緊急委員会委員長として近良大学施設に設置したいくつかの難民キャンプの責任者も務めた。百三十八年一月十三日には、 金領大学副学長に任命される。同年8月に祭祀の末日本を訪問。多くのクリスチャンや日本人有識者と会って自局を断じる機会を持った。1938年と1946年には小解析より勲章を授かっている。中華人民共和国政府はベイツが南京軍事法廷で行った証言をユネスコ記憶遺産へ申請し、 2015年、登録された。ミズノ2006、P64、インナンキングウィズ・ロープス・フォー・ウルス、インページ・ゴー・ザ・ファースト・ピクチャーズ・オブ・ザ・パナイ・シンキング、キャロル・デイリー・ヘラルド、キャレル・アイオワ、サーズデー、ディセンバー・サンジュ、1937、ミューチャル・タイズ・アーストレスド・バイ・メキシカン、ザ・デモ・ワンヌ・レジスター、フロム・デモ・ワンヌ、アイオワ、サタデー、 フェブラリーの1944毎日新聞2015.1011ありがとうございます。